津軽鉄道津軽21系機動車は、1996年11月に2両、2000年2月に3両、軽古量が製造された津軽鉄道の機動車である。沿線の金城町出身の作家、太宰治の作品にちなみ、走れメロスの愛称が付けられている。朝夕のラッシュ時を除く、時間帯の列車をワンマン運転とすること、冷房化による快適性の向上を狙って、 国、青森県からの補助金と、沿線の一市二町に村からなる津軽鉄道活性化協議会からの助成を受け、1967年製の、キハ24,024ミイライ津軽鉄道29年ぶりの新造車として導入された。1996年11月に21から101、102の2両、2000年2月に21から103、104、105、 の3両、稽古両が製造され、沿線の金木町出身の作家、太宰治の作品にちなみ、走れメロスの愛称が付けられている。18メートル旧車体の両運転台車、車内はセミクロスシートで車椅子スペース、ワンマン運転設備を備える。津軽21の102の車内新潟鉄工所製の警戒機動車をベースとし、側窓は幅1200ミリメートル、 高さ 1000mm と大型のものが採用されたが、防寒のため固定式となった。正面貫通構造の両運転台式である。従来車より広い有効幅 910mm の客用扉が片側2箇所、車体両端に寄せられて設けられた。客用扉は、寒気の保温のため乗客の操作によっても開閉できる、洋半自動スイッチが設けられた。 上降の用意化のためステップが車体より 60mm 外側に張り出している。運転席は左隅半出式で乗務員扉を備えるが進行方向を向かって右側には乗務員扉はない。中央部に4人掛け10組のボックスシートを備える。他はロングシートのセミクロスシートでデッキは設けられなかったが、扉脇には防寒のため簡易の仕切りが設置された。 ワンマン運転設備を備えるとともに、津軽中里より正面向かって、左側の客用扉後ろに固定装置付きの車椅子スペースが設けられている。車内2カ所に、スズむ次第、色紙が磨く、本箱、一輪差し花瓶、カラオケ用電源が設けられた。車体外装は、津軽平野の実りの秋を連想させるオレンジ色を、貴重とし、倉庫には、レトロ感を演出する。 輪郭体の入ったモスグリーンの帯が配されるとともに、連続窓風に見える、よう、窓周りは黒く塗装された。正面貫通扉と、車体側面に、走れメロスの相性が表示されている。車両前後両端の配晶器下には、スノープラウが設置された。エンジンは、新潟鉄鋼所製 d m f 1 3ルツを一気搭載、動力は、 タクン -22 から1619液体、変速機を介して台車に伝達される。前くらい、速台車は二軸駆動の同台車、NP126D-2、後くらい側は、受台車、NP126T-2 で、いずれも、インダイレクトマウントの空気バネ式である。制動装置は、チエイ自動空気ブレーキ、駐車ブレーキは、 保安ブレーキ兼用の電気指令式のものが設けられた。津軽鉄道で初めて冷房が装備され、冷房装置は機関直結式の3 6ットのもの1機が搭載された。暖房装置は機関排熱を利用した温風式である。1996年11月18日から津軽鉄道津軽古所川原駅津軽中里駅間で営業運転に使用されている。 ワンマン運転は前乗り前より方式で二両運転の場合は後ろ側の車両の扉は閉め切られる。2007年2月からストーブ列車に特別料金が必要となったためストーブ列車に一般車として連結されるようになった。ストーブ列車の牽引機が不調の場合は本形式がストーブ列車を牽引することもある。ありがとうございます。